こと？え、どうすればいいんでしょうか、これは。どうしよう。そんな、え、バカな。ん？このネジが、はい、このため死ぬっていう。ん？何？抜けちゃいましたね。え、何のネジが抜けたんですか。この大元のネジが抜けちゃったから、はい、刺しておくか、はい、取るかしかできなくなりましたね。マジですか。どうしよう。こうやればいいですか。あ、それ完璧です。はい、タバコ吸います。あ、でもそっか、映像がこれだとモニタリングできないんだ。ちょっと配信的者間の感覚化すると、コメント人は拾うか、うん、自分がどう映ってるのか目視できないんで、うん、配信者的にはそうですね、2つ、うん、やりづらいと思いますね。画角を作れないですね、配信ピンでやる放送だと。音いいでしょ、みんな勝ち組の部屋だから。そう、映しちゃいけないもの、映していいものコントロールができないです。見えてる？見えてんのか。勝ち組の部屋だよ。見えてる、アギル。普通にコメント書いてね。音いいでしょ。映像がどう映ってるのか分かんないな。やっぱ違和感ありますね、映像がどう入ってないっていうのが。そのさっきの伺いたいことの一つとリンクすることなんですよ。あの自撮りセルフィーで動画撮ってる時もどう映ってるのか分かんなくて、僕画面をつけたいっていう話だったんですよ、アルファ7。問題が似てますね。これでやっぱり、はい、もうどっち向いてんのか分かんないです。要はフレームにどう収まってるのか分かんない。 Wi-Fi で、はい、なんかちっちゃいSE とかタッチとか手元でコメント見て、こっちは映像の開始の方がいいしかないですかね、運用としては。かもしくはもう一発ここにかますか。いい画面。広角機動隊じゃん。それこそもう広角機動隊じゃん。でもこれだと、あの、なんて言うんだろう、配信者は やりづらいっていうか。かもしくはこれ画面分割できます、このモニター自体。あ、そっか、はい、それができれば小さくでいいんですよ、大体でいいんで。アンドロイドってできますよね、確か。確かできるはずなんですよ。二分割画面ができるんであれば、そっち側にコメントをつけてとか。やっぱ自分がどう映ってるのか分かんないっていうの怖いですね。素人がプロに五択並べるな。配信のプロだから俺。機材のプロではないかもしれないけど、配信のプロだから。でもすごいでしょ、画質。そのバーカー選択してるしてないよ、うるせえな。うるせえよ、本当に。さっきも聞かれてましたね。もう何回言っても分かんないですよ、バカだから。音いいでしょ、みんな。
首振り買って、うん、今つけてこれ雲台、これ、はい、雲台、はい、ミニ雲台買って、はい、そうですね、でも分割できればいいですけど、分割できないとなると放送画面見なきゃいけなくなるってことですか。そうですね、結局だから、しかも意識はずれますよね、せっかくの良さが。デュアルモニターか分割か、分割か、もしくは配信あのコメビュー的なのを入れて、うん、放送画面に載せるやつあったじゃないですか、はいはいはい、コメント、あれだったらいいのかなっていう、うん、まあ、今この状態だとこの映像が綺麗なのかどうかも、うん、モニターがないんで分かんないですね。システム構築って難しいっすね。難しいっす。アサリのご飯炊いたんだ、いらっしゃい。カレオさんいらっしゃい。違うんですよ、この人は、違うんですよ、この人はわざとやってるんですよ、分かってて、はいはい、俺がイラッとするのをわざとやってる人がカレオさん、あの主婦米、主婦の沼米を完コピしてるんですよ。なんて言うんでしたっけ、アサリのご飯の名前。わかんないです。あるんですか、名前。あれ料理名ありますね。あるんだ。何ご飯って言うんだっけ、うん、質の悪い AV 監督、うるせえよ。なんだろう。でもまあ、すごいですね、これは。リクエストがあるとするなら、女の子が喜びそうな、なんか、小さい照明とかあったら。全然。はい。そんなに電池食わないですよ、はい、これで繋いでれば、はい、多分ここに自分用の女優ライトあったら多分もう完璧かな。しかも暗いところでも心霊配信でも機能すると思うので、もう一個ネジ屋のこの下側に余ってるんですよ。あ、そうなんですね。なんでそこにさっきのあのマウントネジつけて、はい、でそこに2、3000円ぐらいの LED、はい、ミニ LED ライト10発ぐらい持ってるやつ乗っててですね、はいはい、だからあれですね、ミニ雲台、ミニ雲台とミニ LED ですね。はい、ミニ LED も雲台でついて角度変えられたら調整しやすいですね。では雲台4発つけていいんじゃないですか、うん、そしたらこう角度も大きいです。どう、みんな的には携帯配信よりも高画質だっていうのは認識できんの？音と映像が明らかに違うっていうのは分かるのかな、みんな、みんなの体感で。なんかその映像と音声に関する感想が欲しいですね。どういう風にリスナー側が純粋に見えてるのかっていう。怖いな。あ、開けますよ。はい、なんでこれ取れた、スポッて抜けますよ。スポッてきた、怖いな、はい、どういう風に見えてるの。形あるものはいつかっていう話です。でも買ったばっかっすよね。そっか、さすがにヨドバシ文句言うかな。はい、てかコメントね、配信自体止まってるとかは大丈夫ですね。いや、コメントがない限りその分からないん で、 でうちのリスナーさん、あの基本無視するんで僕のことをもう非協力的ですね。あ、ゆうはこんばんは。あ、まあ画質はやっぱいいな。ライティングの問題か、下についてるから煽りになるから暗くなるんですね。
適当に一発たくか、はい、画質はいいか。技術テストだから、これもごそごそ言ってるんじゃない。いや、逆にそう、あの、はい、ごちゃごちゃ言ってくださいってお願いしてるわけですかね。そうですね。ここでイエスマンになられて変な気使われても技術検証意味なくなっちゃいますからね。ですね。今超高画質の配信をどれくらいでできるのかっていう、多分これで綺麗に見えるっていう、そうそうっすね、うん、そうっすね、そうっすね。ここにつけたとしたらここに置きますか。つけたって、ね、はい、そうっすね。いい感じです。来た。音がいいな。音がズバ抜けでいいっすね。こいつ、ああ、こないだ申し訳ないことしたな。何ですか？いや、なんか技術テストの時にジェット大輔が進めてたのにあいつ嘘ばっかじゃねえかつけて、あいつ間違いないっすね、いうことじゃ。え、誰ですか？ジェット大輔が。ジェット大輔って誰ですか？なんか、そういうデジタルガジェット系の YouTuber で、はい、ウームとか入ってる、まあ。はい。有名なおっさん。そう。カメラ、マイクとかの新しいの出ると、ガジェットをレビューする人。レビューしてくれる。すごいですね。音ズバ抜けていいですね。あさりご飯のことは深川飯のこと。あ、そうだ、深川だ。そうだそうだ。深川飯合ってますね。ネット配信を高画質でやるんですか？うんとね、っていうか、どこまでいい画質で、どこまでミニマムに配信ができるのかっていう技術検証をやってますね、今は。だからその、高画質なんだけど、配信者、要はプロの、なんて言えばいいですかね。プロのクオリティ、テレビとかのクオリティを配信でできるのか問題ですね。映像のプロの技術を配信にどれだけ活かせて、配信者がそれを運用できるのか。合ってます？これで。合ってますね。はい。ということです。今回の監督ネタは引っ張るね。ネタ、まあ引っ張るかな。うん。引っ張るね。最近はあれは やらないんですか？なんすか？発狂芸は。発狂芸やると、これ、え、個人的な悩み、え、これどっちが僕の方だろう。発狂芸をやると、血管が本当に切れそうになるし、あの、ぶっちゃけた話稼げるんですよ。発狂芸やると1日2万ぐらい稼げるんですけど。好きっすもんね。はい。なんか、本当に頭痛がひどいし、本当にメンタルやられて、で、鬱がひどくなるんですよね。だから、七原くん発狂芸じゃないですか、はい。2時間以内に配信終わって、週2回しかやらないって気持ちわかりますもん、うん、あれ。うまいの。だからそこがプロだなっていうか、あの、
作り込んだキャラしか見せないっていう、受けるキャラしか見せないっていう。同時にやっちゃいますか、はい、やりましょう。じゃあ見せびらかします一回一回、はい。これなんだか分かる人は映像のプロですね。分かりますよこれ。こっちかカメラ。これすごいですよ。僕のカウントでやります。あ、そうですね、そうです、誘導しやすみたい。今からすごいねやりますよ。ボンワード2っていうこれぐらいかな。あ、そっか、そうすると俺のアカウントのあれかログインしないといけない。そうですね、みんなに言いますか、あ、ログインパスワード。 YouTube のダメですよ。そんなんダメですよ。お疲れ様。リアルゴールド飲んでるね。それは何？リアルゴールドですけど。ええ、どういうこと？リアルゴールド飲んでるんですけど、それは何？リアルゴールドですね。哲学的な質問なんですか？哲学的ですね。深いですね。和道さんは和道さんなの？みたいな。よくわかんないな。うん、あ、この機材ですか。この機材はみんなに体感してもらいたいんで、ちょっと待っててください。この機材ね、この機材ね、すげえな。このワイド感ってカメラのレンズで言ったら12ミリくらいですか。そうですね、これあ、やっぱ12ミリだ。やっぱこれが欲しいんですよね。すごい、ここの際にあってこれが拾えてる。12ミリのレンズ欲しいな。超広角っていう状態ですよね、これが。めっちゃ広角ですね。これ以上いくとフィッシュになっちゃうんで。はあ、12ミリまでが超広角ですか。フィッシュになるともう、それはまあそれはそれで好きな人は好きですけど、うん、広角とかの話じゃなくなっちゃいますからね。ああ、これくらいのレンズがあったら、あの竜宮窟が空の抜けとその壁に囲まれてるっていう。覚えてねえんだよな。スタッフさんに全部やっちゃってるから。あれなんだっけ、あれ、これ英語にできませんか。日本語になっちゃうんですよね。なんだ、入力が。え、これだけ。あ、はい、あ、気づきました。これだけなんです。これだけでいけるんですよ。ですよね。4K。すげえ。すいません。今回の一連の機材構成はそこに、はい、焦点当ててるんですよね。ミニマム。ミニマム。なんだったっけな。ちょっと僕、検索しないとダメですね。はい、あ、了解します。一回待ちます、ね。これもパソコン切る。誰かリスナーさんで、和道さんの YouTube のアカウントのパスワード知ってるっていう人は。いないですよ。いないっすよ。いたら怖い。あ、それユイガさんのパスワードだね。心のパスワードですよ。心のパスワード。あ、わかりました。なんかよくわかんないのが出てきます。配信タイトル何にしましょう。なんだろう。何がいいですかね。気
機材で、まあ、もうそのまんまでいいんじゃないですか、これの。スマートフォン勢の人いますか？この中にスマホで今配信見てる人いますか？スマホで配信見てる人。ボン。うん、OK。ボン、ちょっとじゃあ協力して。俺の YouTube 登録してる？俺の YouTube で今ライブ配信始めるから、そこに移動してほしいね。多分みんながびっくりすることが起こるから。えぐいよ。新番組の機材のテストなんだけど、携帯電話で 4K でチンチン出すんですよね。いやいやいや誰も求めてないでしょそれ。アンチは大喜びですよね新素材が手に入ったっていう。してる？うん、YouTube のチャンネル登録しておいて、あのスマホで、あの新しいことを調べたい人は、でコメントは YouTube の方で書かないで、こっち側で書いてほしいかな。 YouTube まだいいよ、まだ始めたらこっちでアナウンスするから、まだいい、まだ始めてない。いいよ。拾うなぁ、すげぇな。すげぇ小声で喋っても輪郭はっきりしてますね。音量どれくらいだ？うわぁ、これでか、すごい。いい感じに拾ってます。すごい、すごいっす。あ、すごいっす。これはすごい。そこにいて、普通だったらこんな輪郭で声拾わないっすもん。その、なんだろう、あと、なんだろう、音上げると、あとこれくらい小声で拾ってるのに音量上げると割れるんですよ。だからそう、内部のコンプスかなんか効いてるんですよね、すごいバランスが。これノーマルの設定ですもんね。もう全然いじってない。本体自体になんかローカットスイッチだけあるんで、はい、その本体のローカットスイッチ入れてるだけですね、はい、あ、じゃあもうめちゃくちゃ優秀っすね、これすごいいいっす。反対側に回ると多分ダメなんでしょうけど、うん、ここまで行ってますね、ここまで。あと多分定位も結構はい分かるようになってると思いますね、ステレオマイクなんで。へえー、あ、本当だ。え、ああ本当だ、すごい。セパレーションって何？マキラいらっしゃい。なんだろう、これで押して、これで押して、できないですか？
カンボジア人帰ってきた。結構行ってたよね。20日ぐらい行ってた今回。2週間か。いいな海外。もしかしたらパスワードの入力とか間違ってたのかな。マジですか。今おかしいなと思って自分の方のアカウント入れてみたんですよ。そしたら配信設定まで進めたんで、多分その入力がうまくいってない系だと思います。待ってくださいね。ここであれなんですよね。だからこのやり取り何回かしてるときにこうわざとパスワードとかが見える感じで PC 画面とか映しちゃうみたいなアクシデントがあると盛り上がるみたいなことなんですね。はい、はい、ごめんなさい、音が回りまくってて。もう一回。ああ、じゃあ大丈夫大丈夫大丈夫ですか。悪いこと言ってただけなんです。悪いこと言ってたんですか。これが俺のアカウントで、クリエイターツール、ちょっと待ってください。いや、あのちょっと一個問題があるんですよ。もしかしたらあの、あ、ちょっとこっち側回ってもらえますか。あれなんで、あ、いや、それ言えないんですよ。あ、いろいろあるんですね。あのこっちですね、ここですね。あ、やられてるんですよ。ああ、なるほど。で、これだ。いや、ごめんなさい、日付の問題ですね。はい、ごめんなさい。もうちょい、もうちょいですね。はい、だからテスト用のアカウント入れます、はい、入れます。ちょうどだ。いや、全然大丈夫です。すいません。変っすね。いや、大変っすよ配信ってやつは。はい、で言ったら喜ぶからループするんですか。もうストレス溜まります、本当に。アイテムありがとう、いいね、ありがとう、バーガーありがとう。じゃあテスト配信用のあれを LINE でお送りしますね。了解です。でそれを何かの形でそのリスナーさんとかに伝えていただければ。Twitter でやりますか。貼っちゃってもいいですし、はい、まあ、放送に何らかの形で伝えてあげてもいいですし。放送に貼るんだったらこっち側に貼らないとダメじゃないですか。どう送ろうかな。Twitter でいいんじゃないですか。Twitter で、はい、今から放送する URL、ツイッターに貼るわ。ちょっとこっちも送りますね。はい。これマイクもじゃあこれに組み込まれてるってことですか。組み込まれてるんですよ。やば。便利な時代っすよね。それ、その、スマホの向き変えるじゃないですか。はい。それも全部、全部、うお、やば、えぐ。アイテムありがとね、ボン。はい、ラグも全然ねえんだ。わかりました。了解です。これをもう始めてるんですか。あ、じゃあ今開始をしちゃいますね。はい、お願いします。うん、はい、びっくりするが自分の顔映ってたんで。はい、そうっすね。360度っていう概念になるんですよ。そうなんですよね。裏側がないです。うん、ラインが
演技できなくなるって言いますよね、このこれのシステムが。あ、なんか言いますね、はい、アニメーションとか作り込んだものに関してはいいけど実写には向かないって言われてますよね。これで多分いけたんではなかろうかと。了解です。みんなね、俺のツイ、ちょっと僕確認しますね。できないっす。こうなってます。あ、今始まりました。始まりました。了解です。来たかな。ラグがね。アプリでやらないといけないんだ。これツイートしたアプリで連動できるの、あ、俺がこれを共有すればいいんだ。わかりました。多分これでいけるはずなんですよね。ツイッターも関連してない、なんだ。めんどくせえな。ん？これは LINE で開いたあれだから共有、これをコピーか。あー、すごいすごい。コピー。みんなちょっと待ってね。あれ、あ、落ちました。なんかこれずれるんだよな。今みんな見てる？お、すごいすごいすごい。来た。これを、これを、いや、これ、あれどうやってやるんだろう。これを、リンクは、ツイッター。みんなツイッター見て、まだいいけど、スマホ、まあ、パソコンでもいいんだけど、できれば、この体感はスマホでやってもらいたい、俺は。これはスマホでやったら多分ビビると思う。え？ってな、うわ、すげえすげえすげえ。あ、これはすごいわ。これだ。ちょっと待ってね。今ツイッターにやったんだけど、ツイッタースマホで見てみて。スマホで、スマホで見てみて。あ、ダメだ。スマホからやっぱりリンクの問題でアプリと連動されないとこうなっちゃうんですよ。どうしよう。めんどくせえな。アプリで再生か。アプリで再生押してもらうしかないですね。YouTube のアプリで再生してみて。こんばんは。俺の Twitter から飛んで。PC ブラウザで見るか。PC ブラウザで見るか、YouTube のアプリで再生を見てみて。そしたらびっくりするようなことが起こるから。特にスマホで見るのおすすめ。スマホで見るのが俺はおすすめ。どう？すごくない？スマホじゃないダメだな。見えた？マリルボン。やばくない？これ。これやばいでしょ。すげえよな。天井まで見えるんだもん。やばくない？これ。見てる？みんな。うわ、やばいやばい。そっか、ここにこれがあるから。あれ？なんか止まってますね。再生になって何？あ、動いた動いた。いや、これはすごい。すごいでしょ。すごいでしょ。いや、これを動画ではやって、ワドさん二人ってどういうこと？いや、すごいな。わかる？俺言ってるのわかる？いや、これえぐいよ。すごい。部屋の中にいるみたいでしょ。あ、10人来た。やばくない？
見てるみんな。YouTube のアプリかパソコンで見てみて。誰もコメント書かないからレスポンスわかんない。14人来た。あれ？リアルタイムじゃねえな、これ。ライブボタン押さないとダメだ。ワドさん二人っていうのはどういうことなんだろう。これえぐいっすね。これじゃあ技術的なテストできたんで動画の研修このままいっちゃってもいいですか。あ、いいっすよいいっすよ。いいっすか。どこでやります。ここですか向こうですか。あっちに映らないと、はいはい、あのデスクトップ PC なんで。あ、了解です。じゃあこれそのまま持ってっちゃいますか。いきますか。こっちでいいですか。えぐくないこのシステム。すごくないみんな。超笑わない。すごいでしょ。これやばくないみんな。感動するもんねこれ。見えてる？なんでコメント書かないの？すごい。あ、来た。すごいでしょ。これ何をやるかっていうと、あの漫画のさ企画やるんだけど、みんなが席に座って首を振るとスマホを振るとあの座ってる感覚になるの。だから天井も見えてるでしょ。俺のツイッター見て、俺のツイッターから URL 飛べば見れる。で、スマホを振ったらこの部屋の中にいる感覚になるの。俺のツイッターから URL。すごいでしょ、みんな。これが最初。え、もういいですか？あ、行きますよ。じゃあ、まずこいつから行こう。今度は見える？すごいでしょこれ。で、今度はこいつを行きましょうか。はい、こいつを移動と。多分 YouTube 見てる人はえぐいよね。これを僕が座る位置がどこなのかによってこの辺で。ってことは、はい、ここら辺に置かせていただけるとありがたいです。ありがとうございます。でもこの見え方が分かんないんだよ。放送できて、え？放送止まった？
ってるか。ライト別にいいや、もう眩しいやごめんね、女優ライト消すね。久しぶり。あー、映画作ってんだよ今。ダンボールお疲れ、久しぶり。可愛い子ちゃん来た、若くて可愛い子ちゃん来た。お疲れ。YouTube 勢の人は YouTube のコメント拾ってないんで、あの体感が終わったら、あのもうコメント見てないからふわっちの方に戻ってきてください。 YouTube はこのまま技術の垂れ流し、すごかったでしょう。すごいでしょう、ボン、すごかったでしょう。これあの新番組導入するシステムだからやばいでしょう。一回じゃあ、はい、ああプレビュー見ますか。プレビューお願いします、はい、いいっすね。あ、すげえ。おー、はい、うん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 、なるほど。見てもらえますか、ね、みんなさんに見てもらえますかこれが画角が分かんないんだよな。よいしょ、どうしよう。これで見えてんのかどうか分かんないですよね。どうすればいいですか。それでそう超あのせっかくの利便性の良さがこうかな。じゃあこれでいきますか。いいっすね。ありがとうございます。まあだから伝えるって難しいっすよね。そのそう臨場感をどう伝えるのかって、ゴムゴムの手になってたの意味が分かんない。え、どういうこと？なんか別のところで感動してます。何を言ってんの、もうゴムゴムの手になってたって何？ゴムゴム、そんなことやってないよ。スマホを振るとこの部屋の中にいるように画像が動くっていう機材にテストやってんだよ。何言ってんの、もう見えちゃいけないもの、多分変なもの見てないなんか別にそんなゴムゴムの手になっているような動画なんか流してないよ配信で。なんだろう、ポンコツだな本当に。まあいいや、プレミアは使ってるんでしょ。触ったことないですね。プレミアも使ってないです、はい、アフターエフェクトプレミア完全に。じゃあアドビ、はい、アドビはイラーレライトルームフォトショーしか使ったことないです、はい。生では初めてでしょう。多分生でやってる人いないと思うよ。生主で多分 VR 導入、VR っすよねこれ。VR ですね。多分生主で VR 導入した人いないと思う。今も俺のツイッターから飛んだらリアルタイムで見えるよ。もし興味がある人は。すごいでしょ。スマホをこうやって振ると、うん。YouTube 見て把握した？ああ、そうなんだ。今、しかももっとすごいことやってる、ダンボール。俺のツイッターから、YouTube アプリで URL 踏むと、スマホを振るとこの部屋の中にいるみたいな感覚になると思う。あの、もしよかったらツイッターから飛んでください。新規。立ち上げから見たいっすね。新規プロジェクト。これが、最初の画面ですか。はい、新規、あ、そっか、うん、立ち上げから見たいですね。プレミアの方ですか。アフターエフェクトですね。アフターエフェクト、アフターエフェクト、アフターエフェクトをまず開く。先週だけ消えなかった。
動画はね結構あれだけど、生放送で VR って聞いたことないよね。水玉のお兄さんの手がゴムゴムの手に一瞬なった。なんか薬やってんじゃない？いやもうポンコツなんですよ。どういうシステムっていうの？360度カメラすごいでしょ、キモいでしょ。今度次の番組でやるシステムなんだけど、しかも実はこのふわっちの方も実はすごいんだけどね。あのね、ただね、まだ絵作りが解像感を追い込んでないからちょっと高画質ぐらいで、こっちは音がいいんだよ。とにかく普通の放送と比べて、これもこれですごい仕組みなんだけどね。あーまあね、でもまあ次その番組やるときは大物のゲストをもう何人か呼んでやるから、多分話題にはなると思うよ。あれ、北王子金也ってもうブッキングかけたんでしょうっけ？あ、もう来ますね、全然。和田アキ子、北王子金也。誰だったかな。画面触れてもスクロールできる。ね、パソコンの場合はスクロールですよね。あの、そうそうそう、マウスでスクロールで。でも、今回のこのミソになってるのは、スマホを持ってこうやって動いてほしいの。そうすると部屋と連動して画像がリアルタイムで動くっていうのがすごい。だから本当にこの部屋にいる感覚になると思う。部屋の隅々まで。しょっぱなで。ごめんなさい、今見てなかった。これがしょっぱな。単純にダブクリで立ち上げただけで。はい。で、新規プロジェクト。で、新規コンポジション。はい、新規コンポジション。で、今回で言ったら、はい。ワード。ワード。で、ファイル名。間開けるときはスペースじゃなくて必ずアンダーバーにして、アンダーバーで、はい、ファイヤー、ファイヤーで、はい、フル HD、はい、フル HD になってるのを確認して、はい、フレームレート、今だと素材24じゃないですか。いや、あれ、あの素材24でした。あの、4K で撮ったやつはあれで撮ってるんですよ、 120p で。スローモーション、 4K でスローモーションさせようと思って。あれ120にしときます。最終24に出してるかなと思って、今24で打ったんですけど、最終的には24でいこうと思ってますね。24で入れて、はい。で、あとは気をつけとか、デュレーション10にしてください。デュレーション10、デュレーションって何ですか？デュレーション、まあデュレーションなんですけど、何が10なのか全然わかんないです。とりあえず、まあ、最初覚えておいて大丈夫です。10で、はい、デュレーションは10で。これデフォでこうなってるんですか？デフォもしかしたら変わってるかもしれないんで、自分で打つようにした方がいいと思います。覚えておいて。で、OK。はい。で、そしたら。いや、メモのために放送を開いてんだよ。俺がタイムシフトに見れるように。だから俺はメモ取る必要がないの。ずっと配信さえ回してたらタイムシフトが全部 YouTube に残ってるから。それが俺のライフスタイル。この、はい、この画面。基本の画面が開くんで、はい、これがプレビューのモニターってことですよね。そうですね。これの場合2枚あるんで、1枚をプレビューだけ、はい、こっち側を作業用のタイムラインとかにしてるんですけども。はい。で、はい、フォルダ開いて、はい、で、今だと、デスクトップのワードってとこに入れてあるんで、はい。そうですね。これを。もう4つの素材をそっち側に入れる。はい。入れます。入りました。はい。そしたら、今回どれ使ったの？これだ。今回言ったこれを、はい、次ここに入れます。はい。全部一回ここに入れて、はい、使うのここに入れて。はい、そうです。そしたら、はい、後々このままだと分からなくなっちゃうので、名前を、はい、変えます。はい。で、はい、まずはちゃんと読み込めてるかを、はい、ひとしきり確認します。まあ、大丈夫です。はい。これでカット編集はできるんですか？この、これはできない。まあ、できなくもないですけど、それはプレミアでやるものですか？プレミアでやった方がいいですね。わかりました。あとはまあポイントとしては、はい、今結構マシンパワーが問題ないんで、はい、こうフル画質にしてるんですけど、はい、ノート PC とかで動かす場合は、はい、ここをどんどん下げた方がいいです、はい、処理の速度に直接関係してくるんで。わかりました。で、一通り作業が終わってガチガチにプレビューしたいっていう時だけフル画質ね戻した方がいいです。わかりました。
で、はい、今回で言うとクリーンバックなんでまずキーイングするじゃないですか、はい、キーイングは、デフォルトで入ってるのとキーライトですね。キーライト、あ、そう、そもそも簡単に言っちゃいけないですね、はい、エフェクトプリセットっていうメニューがあるんでそこで、今だと追加しまくってすげーいっぱいあるじゃないですか、うん、ここでどれだどれだどれだって開いてると例えばこれ1個開いてもこの下にいっぱい入ってるんです、はい、探せないんでここに検索窓が出てくるんで検索窓にキーイングだとでこれだとキーライトキーライト、あれ、ああトイレが広くなった、何言ってんの多分ね、ボンは別の何かを見てるんだと思う。今日あれですかね、夜の薬サボっちゃった感じですかね。そうですね、お薬が足りてない。あ、そうですね。今、よくなかったです。今のはよくなかったです。はい、検索すると出てきます。はい、で、ここはさっき言ったキーライトが出てくるんで、はい、キーライトをもらってきて、はい、さっきのこの適用したいとこにぶっ込む。はい、そうすると、ここに設定項目が出てきます。はい、なんで、その中でキーライトの使い方細かく追い込めたりするんですけど基本的にはスポイトをします、はい、スポイトで拾います、はい、はい、受けました、うん、なるほど、これで、はい、わかりました、で抜くじゃないですか、はい、そしたらもう一回閉じる、閉じるっていうかここで開い、ここに三角形があるんですけどこれで、はい、メニュー出したりしまったりするんで、うん、間違っておっしゃったりするとあれなんで、はい、って終わったら、まあ、閉じといていいと思います。はい、ここにいっぱいあったやつはどこ行ったんですか。これがちょうど被ってて見えづらいです。ここにあるんですけど、プロジェクト、エフェクト、あ、了解です、わかりました。プロジェクトっていうのがとりあえずのぶっ込む場所、はい、でエフェクトコントロールっていうのがここからここに入れるたびにここにどんどん増えていきます。わかりました。だからこのファイルに対してのレイヤー構造みたいな、そうそうそう、適用してるエフェクトの一覧みたいな感じです。了解です。で、はい、次が、対象のこのファイルをクリックして、はい、どこだったっけ、ここですね、オートトレース、オートトレース、レイヤー対象のファイル選んで、でレイヤーメニューからオートトレース、オートトレース、そうするとオートトレースのメニューが出てきます、はい、最初は確か現在のフレームになっちゃってます、はい、現在のフレームっていうのは、まあ、ダヴィンチとかでも一緒だと思うんですけどその今プレビューかけてるフレームです、はい、でこのままになるとそのプレビューしてたたまたまのそのフレームだけトレースするだけになっちゃって、うんうんうん、絶対にワークエリアに変えてください、はい、でチャンネルも最初は多分ルミナンスになってます、はい、でくちゃくちゃになっちゃうんで、うんうん、特にキングした後のやつは、はい、これアルファチャンネルでやりたいんでアルファ、アルファ、アルファ、そうするともうここまで綺麗に出ます。うーん、で、今プレビューオンになったからプレビューになってるって、はい、オフになってあれ出てないなとか言って設定全然反映されないとかになっちゃってたらここを多分クリックしてないだけです、はい、ここで17もう一回言うとワークエリアチャンネルアルファプレビューボタンオンです。はい、わかりました。で OK、 OK、 そうすると今全フレームにわたってオートトレースそのまんまの通りオートでトレースしてくれてます。これが何してるかっていうと、はい、このアウトラインを1フレームごとに全部取ってくれてる。うおー、すげえ、お、取った、はい、取った、はい、ほう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 、おお、ほんとだ、はい、来てるじゃないですか。はい、来てます。でこの、こいつにも炎ついてましたよね。なんか3つ、僕がさっき。これって何かっていうと、はい、例えばここだからと、脇とかが空いてるときに、はい、この脇の動きとかも拾ってるんですよ。空間の動きとかを。うん。これを、これを消すってことですか？いらなければ、はい、こう選ぶじゃないですか。はい、他の選ぶと、他のも消えちゃうんで、はい、選んでること確認したら、普通に。はい、バックスペースで消すだけです。選んでバックスペース、全フレーム一個一個ですか？いや、ここで消せば全部に適用されます。あ、うんうん、あ、こんだけ数があるパターンですね。あとここにもいっぱい、そうか、これは違うんですか？で、うん、
それで全部なくなったかな。でも軽くフレーム流して大事なとこまで消しちゃってないかなっていうのを見た、見て、あ、大丈夫そうじゃないですか。大丈夫です。そしたら、はい、あー花火ありがとう。今回使うのがセイバーっていう、はい、セイバービデオコパイロットのセイバーっていうプラグインなんで、はい、サベール、セイバー、はい、ライトセイバーのセイバーですね。おー、なるほど。これをさっきと同じようにデシンってやります。おー、そうすると、まあ、はい、元々のプラグインの名前通りまずはライトセイバーが出てきます、うん。でこのままじゃしょうがないんで、はい、セイバーを入れたらセイバーの中のカスタマイズコア、はい、クリックして、そうするとそのカスタマイズコアの設定メニューが出てくるんで、それをセイバーからレイヤーマスクに切り替えます。うわあ、そうするとさっきトレースしたあそこに沿ってセイバーが出てくる、なるほど、ということになります。レイヤーマスクに、このレイヤーに対してセイバーが反映されるって。そうそうそう。おお、で、はい、これがいろんな、はい、この、セイバーのすぐ下の全体に対するプリセット、有効にするプリセットのメニューにいろんなのが入ってて、はい、いろいろ、まあ、さっきやってたファイアとファイアの来た瞬間にファイアになります。これ流すとどうなるのか、この状態で見てみたいです。プレビューしたいです。はぁ、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 はぁ。アウトラインだけ先取ったんで、はい、このアウトラインに沿ってバーッと炎が出ます。はい、他にも。はい、他にも。例えば何が。ゴーストって気になりますね。ゴースト。ゴースト。ゴースト見てみたい。なんだ、霊気みたいな感じだと思いますね。うん、とか。エレクトリックとかも分かりやすいですね。あ、かっこいいかっこいいかっこいい、見たいです。これブツブツしてるのはどうしてなんですか、このドットドットみたいな。あ、これは今あのグリグリで動かしてるだけでレンダリングがかかってないんで。あ、それなんかこうスムーズにこう手動じゃなくて見れることはできますか。画質を落として、はい、普通に再生かければ、はい、おおほう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 、なるほど、すごい。フルだとさすがに重いんですね。読み込む時間かかっちゃってカッカブになっちゃうと思います。了解です。なるほど、わかりました。まあいろんな、今回で言うとファイヤーなんで、ファイヤー、ファイヤーにして、はい、このままだと、はい、ボードさん消えちゃったじゃないですか。要これが消えてるのはここに効いてるからですよね。そう、線だけにしちゃったんで、はい、ワダさん戻してきたじゃないですか、はい、その場合はレイヤー貼るってことですか、上に。もう一個、はい、この元ファイルを複製します。複製、はい、で複製されたのは上側にどんどん入っていくんで、はい、この2っていうのが複製された方です、はい、でまず名前を間違えないように、はい、これが大元じゃないですか、はい、例えばメインとかにして、この01の方を01じゃなくて、まあ、またファイヤーに戻します。いや、はい、うんうんうん、なるほど、うん、で、このメインの、ありがとう、メインの方を、はい、単純に今同じのが2個ある状態なわけです、はい、でメインの方から、はい、メインこっちはワドさんだけ欲しいですから、はい、こっちのセイバーはいらないじゃないですか。いらないですね。なんでセイバー選んで消してあげます。うん、なるほど、なるほど、なるほど。はい、プロっぽかったこの映像、実は、うん、これで終わり、これで終わりなんですね。すごくないですか。すごいよみんな、すごいよ。こんだけなんですね。10分慣れたら5分でいけちゃうんですね。いや、言ったじゃないですか、今回5分の話です、はい、5分で組みました。やば、え、しかもそのプリセットさえ選んじゃえば、はい、何でも